第2のシャラポワと言われるリシャールじゃなくて、リシャールは男子でも言うし、お酒でもなくて、ブシャールですね。全然ブスじゃないですよね。一字違いなのにね。で、これにね、怒った人がいるんですよね。警鐘を鳴らしてる人が。それが、アイナックの神戸の日本女子代表サッカーの澤穂希選手の守護神って言われてるんですよ。どういうことかと言いますと、近年ね、このルックスばっかりが取り沙汰されて、本質を見てないじゃないかという。競技はもともと、そういった技術であるとか、結果であるとか、そういうとこにフォーカスするって言われてるのに、なんで負けた選手、まあ2位なんですごいんですけど、ブシャールも。でも、美人だ可愛いって言って、注目されてますよね。で、一方で、負けたのにちょっと寂しいなっていうふうに一人で落ち込んでる。誰とは言いませんけど、いるわけですよ。そしたらね、それを見かねた守護神が動いて、で、これはいかんということを知らしめようっていうふうにね、やったことなんで、これは天候を起こす機会でも、自然現象でも何でもなくて、そういうメッセージなんですね。ん？ちょっと待って。そんなこと言うなら証拠あるんだろうなって。証拠を出せよって言うかもしれないんですけど、今からお見せしましょう。ここですね。ここです。だからメッセージって言ったじゃないですか。以上、これでね、台風避ければ、本当に台風の術、竜巻の術じゃないんですけど、滑らない、スリップしない話になるなと思ったわけですよ。